アジア開発銀行は今年のアジア太平洋地域の経済成長率の予測を下方修正し、この地域を統括するエコノミストはヨーロッパの信用不安が特に各国の輸出に影響しているという見方を示しました。アジア開発銀行は日本など一部の先進国を除くアジア太平洋の44の国と地域の今年の経済成長率の予測を4月時点の 6.9% から 6.6% に引き下げました。アジア開発銀行でこの地域を統括するエコノミストのイワン・アジス経済統合室長は次のように述べました。 When those G2 countries, i.e. Europe and US, experiencing a slowing down of their economy, that affects the Asian economy, in particular in China and India. また、シンガポールなど輸出に依存している国で影響がより大きいと述べて、ヨーロッパの信用不安の影響は特に各国の輸出の落ち込みに現れているという見方を示しました。